ソレックス5000日本仕様。フランス仕様とは、速度制限されたエンジン、テールランプの形状、右足の汚れを防ぐチェーンガードの形状などに違いがある。フランスパリ市中をツーリングするベロソレックス。左端前列の男性が乗る赤い車体が、ダイハツも販売したベロソレックス5000である。ダイハツソレックスは、 ダイハツ工業が1974年から1977年頃まで販売したモペット。ベロソレックスの概念図眼状なフレームを持つ、ペダル付き自転車の前輪状に 49cc のに、ストロークエンジンをマウントし、タイヤに圧接したローラーで直接動力を伝達するという独特の駆動方式で、イグニッションキーやバッテリーも持たない原始的な原動機付き自転車である。 原型はフランスのキャブレターメーカーであるソレックス社が開発したベロソレックス5000。ダイハツはその参加にあったブラジルの新ファク社からキット状態で輸入し国内で組み立てるいわゆるノックダウン生産を行った。本来は無免許で乗れる日常の足として設計されたため最大出力は0.4馬力と当時の国産原付きの15分の1未満である。 前輪上にエンジンがあるためにバランスが取りづらい上、サスペンションを持たないためアクロでの乗り心地は悪く、ちょっとした坂道でもペダルを併用しないと登れないという免許を必要とするオートバイとしては極めて非力で実用性に乏しい乗り物であった。なお、カタログ上の最高速度は1 8トルであったため、保安基準の特例として速度計や方向指示器、 美糖及び制銅糖は装備されていない。ヨーロッパ的でユニークなデザインがごく一部の層からは評価されたものの、自転車店や二輪販売店ではなく、自動車ディーラーのみでの販売であったこともあり、ほとんど普及することのないまま販売終了となった。総輸入台数は2万5000台とされるが、現存車両は非常に少ないと思われる。ありがとうございます。